あ、あ、お、ほん。やあやあ、プロデューサー、お疲れ。今ちょっといいいいよね。この後予定内の、アンズ知ってるんだ。察しのいいプロデューサーのことだから、アンズが何を言いたいか、もうわかってるでしょわかんないなら、ちょっとカレンダー見て。そう世間はゴールデンウィークという大型連休に。 あのう、連機え二回言わなくていい大事なことなのにはぁ、あ。まあ、ともかくだよ。世間が突入するってことは、漏れなくアンズも突入するんだよ。アイドルだって世間のうちでしょ暦通りとは言わないよ。暦よりも少ーし長めでいいし。それぐらいの忖度があれば、アンズは大満足アズも、 バカンス、したいって言っても、出かけるのはめんどいからパース。家で飴食べながらゲームしたり、キラリと電話したり、食うたらするんだー。一緒にアウトドアいや、ないない。アンズとアウトドアとか相性最悪だよ。いいよいいよ、お構いなく。えー、行くの まさか、本当にアウトドアに連れ出されるとはね。しかも、キャンプとか。キャンプなんて学校の課外授業でしかしたことないよ。キャンプじゃなくて、グランピングどっちも一緒だって。アンズはどっちでも何もしないし、寝床がちょっと豪華なだけでしょアンズをこんな場所に連れ出すなんて、 一体どんな企みが、と思ったけど。うん。まあ、悪くはない、かな。へへ <laughs> だってさ、雄大な自然がンズに語りかけるわけだよ。だらだらしようぜって。プロデューサーの行為だ。存分にグーたらせよってね。そう言われちゃ満喫するしかないよ。 プロデューサーに全部任せて、アンズは新鮮な空気を吸いながら何もしないをするんだまあ、夕飯まではまだ時間もあるし、プロデューサーもちょっとくらいのんびりしなって。アンズと大自然がしばし許可しよう。ああほらほら夕日沈みそうだよマジックアワーはあっという間なんだからさ。プロデューサーも、 楽しいんだな。ね。